MLB 語り継ぎたい瞬間2024来ました。シーズン開幕ソウルシリーズ初戦から夢の対決なのだ。北米以外での開幕戦はイチローが東京で有終の美を飾った2019年以来です。メジャーを代表する顔ぶれなのだ。4度目の開幕投手ダルビッシュはドジャース相手に主責点ゼロの好投、息を呑むツーシームなのだ。満塁からマンシーを三振に取るとこのガッツポーズ。松井裕樹はいきなり1点差ホールドデビューなのだ。田中将大直伝フォークが冴え渡りました。大谷さんは MVP の貫禄漂う打席を披露、初安打初盗塁なのだ。試合の行方を決めたのはなんとグラブの紐です。昔の人は言いました、買ったグラブの大締めよなのだ。レッツ大谷の連続タイムリーで勝負あり。山本由伸のデビュー戦は1回も失点、デビュー戦の失点は藤浪の8、井川の7につく日本人歴代3位です。意気消沈かと思いきやドジャース打線も大爆発なのだ。8回終わって12対11の大乱戦、試合を決めたのはマチャドのスリーラン。転んでもただでは起きないすごいシーズンになりそうです。